も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は以前撮った動画の改訂版でございます。残酷な天使のテーゼ、未だにめっちゃ人気ありますねこの曲は。で、私実は以前残酷な天使のテーゼガズレレッスン動画上げてるんですけど、やっぱりねちょっと昔の動画、昔っていうか初期の頃に私がレクチャーしたやつなんで、ものすごいサービス精神が良くないんですよ。で、歌詞も出てないのでね、まあ、ここできっちりと改訂版として、しかもかっこいい版ではちょっとねまたさらに面白いの追加してますんで、いつものように2バージョンやります。改訂版として2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにガズレレ流超簡単バージョンで4つ引きでやってみます。後半はかっこいいバージョンですよ。かっこいいバージョンはさらにちょっとネタを、小ネタを追加してますんで、最後までぜひご覧になってください。はい、大好きな曲、あの曲だけは私モノにしたいという曲、思い出の曲、ぜひウクレレで弾き語りでやってみませんか。ただ歌うだけっていうより弾いて歌うっていうのはこれが最高に楽しいんです。リズムも全部コントロールできる、強さと強弱とかも、歌の強弱に合わせて演奏の強弱も、こういうの本当楽しいんで、ぜひこの弾き語りを始めてもらいたいんですけどね。音楽とか楽器とかもやったことだから苦手なんですよって方多いでしょ。ウクレレだったらできますよ。ウクレレだったらすぐできます。なぜなら簡単だからです。簡単だけど奥はもちろん深いんで、ずっと続けられる素晴らしい人生のパートナーになると思うんで、ぜひ始めてもらいたいんですけれども、どうしたら始められるか。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで動画見てるだけでどんどん弾けるようになります。やった。はい、YouTube だったらね、暇さえあればスマホでもね、ちょっとした時間でもちょっと触ってこう練習できる。しかも無料ですから。で、ガズレレ YouTube チャンネルだったら650曲以上の超絶簡単レッスン動画、ありとあらゆる音楽アップロードしてますんで、ずっと続けられると思いますよ。ぜひ皆さん始めてください。じゃあここにリンクあります。ここの初心者レッスンのここというところに行って、数字の1から順番に動画を見ていると知らないうちに弾けるようになります。じゃあクリックいってらっしゃい。初心者レッスンのここいってらっしゃい。カチッ。はい、いってらっしゃい。それでは、残酷な天使のテーゼ改訂版、まずは最初シンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、スリー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。ワン、ツー、スリー。私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中って、運命さえまだ知らない、中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、まとめからやがて飛び立つ、知る熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイヤー
簡単バージョンやってみました。最初にも言ったんですけど、これ改訂版でございましてですね、実はこの歌本ガズレレ歌本シリーズのこれボリューム2ですけど、ボリューム1にこれも収録されてるんですよ。で今演奏したのもそのボリューム1の54ページを見ながら演奏しております。はい、全くこのまんまですね。なんで皆さん、もしガズレレ歌本ボリューム1持ってる方は、持ってない方は買ってくださいよ。ガズレレ歌本で検索するといっぱい出てきます。 Amazon でももちろん購入可能。この54ページ、はい、これを見ながら、確認していきましょう。で、ここに赤ペン入れてるじゃないですか。この赤ペン入れたのがこれから後半やるかっこいいバージョンで出てくる、今回加えてる決めなんで、これまた面白い。まあ、今はこの赤と関係ないんで、コードだけひとまずメモってください。これはですね、動画内のテロップと一緒に見合わせるといいと思いますが、一応参考まで、一時停止でね。はい。で、ここの点がいつも言ってるんですけど、これでリズムを測ったり、この波で、この点々のところで、音程を測っております。はい。まずこれが A メロまで。一時停止ね。はい、OK。じゃあ B メロ。B メロってこのここだけだけどね。ちょっとだからね、ワンブロックちっちゃいから、ちょっと思ったよりはいっぱいあります。でここサビやって、で最後はこの最後っつうかね、このファーリアル、この不思議なところ、賛美歌みたいになるとこね。これなんとなく私が聞いたので書いてる歌詞はもうほんとよく、あ、これで合ってるのかもよくわかんないんですけど、一応参考まで。で、最後、てメロディーやって書けるに終わったということになってますけど、これ、まあ皆さん最初に断っておきますけど、もちろんガズレレ流のショートカットバージョンですからね、ウクレレ練習の2番やりたい方は、同じコード進行で書き出してください。そうすると頭に入ります。で、出てくるコード解説します。Am、D7、Dm、F、G7、E7。コード6個って書いてあります。はい。ガズレレ必須コード、勢揃いでございます。このガズレレ必須コードは覚えてくださいね。必須って書いてあるでしょ。コードっていうのはね、本当に星の数ほどあるんですけど、優先順位をつけるって覚えた方がいいと思います。で、このガズレレ必須コードっていうのは、ガズレレ YouTube に出てくる定番コード、8個のコードを覚えるという、それのグループのことを言ってるんですけど、私が以前超簡単に解説した、わかりやすく解説した動画をここに貼っておきますんで、このコードの覚え方はここの動画で勉強してください。分かりやすいですからね。はい。じゃあですね、今は初心者バージョンはこれを4つ弾きで淡々とやった。後半、かっこいいバージョン、解説していきます。まずはですね、これね、前回撮った時 A メロからね、青い風が、今すごいノリノリのジョルクビートでやったんですけど、音源をよく聞くと、ここ結構ね、ゆったりしてたんですよ。なんでこうします。青い風が今、胸のドアを叩いても、このようにボディタップ、タッタッタっていうこのリズムをこうやって、で、B メロから、だけどいつから16ビートのチャで攻めていきたいと思います。まず、16ビートのチャ。まず C で弾いてみると、こういうコードの弾き方、コードじゃねえ、リズムの弾き方。これを16ビートのチャというふうに私は命名しておりますが、まずはね、最初は8ビートから始まるんですよ。はい。全部これで8ビートでやってもらってももちろん構いませんが、16ビートの方がこの曲はかっこいい。ここにリンクあります。ここのリンク先は私のホームページの1枚で、ウクレレできるリズムいろいろというホームページなんですけど、まずそこで8ビートを完全マスターしてください。はい。で、下の方に行きますと、今度は16ビートが出てきます。16ビートと8ビートができるようになったら、今度は8ビートのチャ。16ビートのチャ。それでこの、チャっていうのはこれです。これが入るだけで、打楽器の要素でかっこよく感じますんで、これぜひマスターしてください。で、まあ、16ビートのチャっていうのは簡単ではないんでね、やっぱり8ビートで最初練習するのをおすすめします。そうすると、青い風が今、これでも十分、8ビートでも十分雰囲気は出せると思うんですけど、やっぱり原曲に近いとなると、やっぱり、16ビートのチャの方がいいかなと思います。はい、で、まだ16ビートは難しいんで、じっくりものにしていてくださいね。今回出てくる決めなんですけど、ちょっと解説を入れていきますと、ここね、ね、今になれで、で、て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 、ここ G7 の決めあるじゃん。ここ、タッ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 チャーじゃ、カッティングです。カッティングできる方は入れてもらいたい。ちょっとやってみましょうか。でてて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 て、次ですよ。ここタッ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 タ、ここ G7 でダッタッタッタって4回止める。はい、ここ、黄緑色で G7 変えておきますので、他にも声出てくるとこあります。ここちょっとチェックしておいてください。
まず1回目の決めはですね、A メロの一番最後、B メロに行くところの前の、ここですね。運命さえまだ知らない、痛いけな瞳、ここ見てください。決め1って書いてあって。で、ここ、1弦の2、2、3、5って書いてあります。E7 押さえたまま、1弦の2、2、3、5と上がってきますということで。2っていうのは E7 そのままなんで、ちょっとやってみましょうか。運命さえまだ知らない、痛いけな瞳、2、2、3、5です。E7 押さえたまま、1弦は2押さえてるでしょ。2、2、3、はい。E7 押さえたまま小指を5まで届くの結構遠いって思う人ね。この薬指を2引き終わったら離すと結構いいです。2、2、3の時にも離しちゃうんですよ。そうすると5まで結構いけます。この角度を使いたいからね。これをいつまで押さえてるとこれでブロックがかかっちゃって5まで届かないっていう、こういうしんどい思いするんで。2、2終わったら次小指で3とかこう。とにかく1弦、2、2、3、5。E7 押さえたまま2、2、3をやってみましょう。それで B メロに入っていくんですけど、そしてまたそれ面白いことに、この B メロの最後でもまた同じような決めがあるんですけど、ちょっとね、尺が違う。あ、ここも言っとこうか。ここ B メロ、ごめんなさい。だけどいつか気づくでしょう、その背中、ここの C のところ、1弦、3、5、7って書いてあります。ここはね、前回もちょっとやってるんですけど、ちょっとやってみましょう。1弦 C 押さえたまま3、5、7なんで、つまり1弦だけが変わっていくだけ。ちょっとやってみます。だけどいつか気づくでしょう、その次ですよ、なんか3、5、7って感じで、ねえねえねえってどんどん次いきます。3、5、7、これ簡単でしょ。ただ指1本でもいいし、もう好きな指で弾いてください。3、5、7、1弦の3フレット、5、7フレットね。はい。で次はその先 B メロの一番最後のとこ、ここもね、ここの決め1と似てるんですけど、この決め2なんですけど、同じなんですよ。E7、2、2、3、3、5って書いてあるんですけど、ちょっとこれとタイミングが違う。じゃん、ここはね、こういう感じです。遥か未来目指すための羽がある子、じゃんじゃかじゃかじゃか、じゃんじゃじゃんじゃじゃんです。じんじん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。ちょっとここやってみましょうか。遥か未来目指すための羽がある子、なんだかつかつか2、3、5です。ちょっと早いでしょ。なんだかつかだか2、3、5、はい、16ビートの中、これでサビにザーンと入っていきます。これが決め2というやつですね。その辺のことはピンク色で、動画内ではテロップ入れときます。はい。その決めを入れるのは入れるとまたメリハリが出てくる。でですね、まあ難しいところとしては、このファーリアの前のところのこのカッティング、ここはね、もうボディねねねそのところカッティングはツッタンツタッツタッツタスカタカツタッ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 ツ、ここちょっと難しいですよね。うんパッツパッツパンツク、最初うんから入るんですよ。もう一回やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファーリアーメタメソファーリアースイー、ツタッツタッツ、ここちょっと難しいでしょ。トッタンツタッタ、口で言います。ワン、ツー、スリー、フォー、ツタッツタツクタンツタタタタタツッタッツタツタンツクタタ。まあちょっとこれ難しいんで、普通の16ビートでまずやるのもいいと思います。ファリアでやってももちろんこれでもいいですよ。ちょっと難易度高いですけど、ちょっとこれも一応デモ演奏はやっておきます。で最後サビに戻って終わるという、さっきと同じパターンです。よし、これを踏まえた上で残酷な天使のテーゼ、かっこいいバージョンをやってみる。ワン、ツー、スリー。残酷な天使のように少年よ神話になれ。ワン、ツー。胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでる。あな
た。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、いたいけない瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること、残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、残酷な天使のテーゼ、かっこいいバージョンやってみました。改訂版でいろんなこの E7 のところのメロディーをつけたバージョン、またこれ愉快になりますね。これはほんといつもほんとカラオケランキング絶対トップ10入ってますからね。皆さんワイワイウクレレで歌いましょう。ありがとうございました。はい、ドン、ガズレレホームページご覧になってください。はい、ここにホームページのリンクも貼っておきます。ザザッといきます。 CD が11月15日にガズの CD 2枚組で発売されます。これがジャケットですけれどもね。1枚は製品版、製品版というか完成版というかかっこいい版というか作品です。1枚はその作品が弾けるようになるための練習用 CD、 その2枚組、これ斬新です。 CD のこと全部詳しく書いてあるホームページのリンクをここに貼っておきます。ここではもうね、音源全部公開してレッスン動画も上がってますから、そこで見てくださいはい、でこのイベント11月11日は毎年ガズレレの日ということで制定しているんですけど、この日にその CD 先行発売しますので、はい、このガズレレ代官山、これは本当にね、ぜひ皆さんいらしてください。3部構成で1日中ガズレレ三昧です。最初はガズレレの式典で、途中第2部はですね、みんなで歌うガズレレ大合唱パーティーをやりまして、第3部は本当に乾杯っていうパーティーです。そこでもうガチャガチャやりましょう。ウクレレ持ってきてください。お一人様も大歓迎。ただいま絶賛チケットなども発売中です。ホームページを見てください。さあ、ガズレレ大合唱ツアーもいよいよね、2018年も大詰めですけど、はい、和歌山と大阪、和歌山大阪行きますよ。関西勢、関西の人待ってますよ。久しぶりにワイワイやりましょう。ウクレレ持ってきてね。初めての方ももちろん大歓迎です。お一人様も本当大歓迎。話しましょう。何でも質問に答えます。どんなことでも答えますよ。はいはいはい。最後12月は沖縄まで行きます。沖縄の方、ウクレレやってさ、だってビーチだしょ、沖縄。ウクレレに合うよ。はい、よろしくお願いします。本がいろいろ出てます。はい、こっちドーン。主婦の友から出てるガズのいいこと言ってる本、大好評発売中です。この間 NHK の取材も受けちゃいました。はい、続いてこちらドン。リッドミュージックから出てる初心者用ウクレレ教則本、こちらも大ヒット中です。これ超初心者用ですから、まあ、みんなここよく見てる皆さんあんま必要ないかもしれない。これから始める方向けです。はい、もろもろいろいろやっております。ホームページいろんな動きをチェックしてください。大好きな曲、音楽やる、弾いて歌う、これ最高です。皆さん弾ける方はどんどん教えてあげてくださいね。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、チャオ。